旅順水死へ中央右が、ステッセル将軍、アナトーリー・ミハー・アイロビチ・ステッセリは、ロシア帝国の軍人。最終階級は、陸軍中将。1904年からの日露戦争においては、旅順要塞司令官、ロシア関東軍司令官。旅巡後為戦で、日本陸軍の乃ギ・マレスケ率いる、第三軍と戦った。サンクトペテルブルクで、 ドイツ系の男爵家に生まれる。1866年、パブロフスキー主管学校を卒業後、ロト戦争時には、第16ラドが不評連隊長。第44カムチャツカ不評連隊長、ギワダ団のランジの第3党シュベリア狙撃旅団長を経て、1903年8月に、旅順要塞司令官に任命される。1904年8月から第3シュベリア軍団長。 旅順の戦略的重要性を認識していたロシア、満州軍総司令官、アレクセイ・クロパトキン大将は、要塞戦術の専門家であった、コンスタンチン・スミルノフ中将を公認として派遣した。ところが、当初ステッセルは、要塞司令官としての地位に固執し、スミルノフにその地位を明け渡さなかったので、旅順要塞に二人の司令官が常駐するという、奇妙な状況が発生した。 しかしその後、旅順要塞を含めた地域一帯を防衛するロシア関東軍が新設され、ステッセルはその司令官に就任したため、最終的にはスミルノフ中城に要塞司令官の地位を譲っている。日露戦争開戦により、日本軍第3軍により、旅順要塞攻撃が開始されると牢情戦を展開、要塞追記、 戦術の専門家であった部下のロマン・コンドラチェンコ少将を支持するとともに防衛計画をほぼ一任し、日本軍に甚大な損害を与える。12月に203高地を奪われ、東景観山、二流山、松木山の正面防御捕類が次々陥落、さらに頼りにしていたコンドラチェンコ少将が一連の戦闘で戦死し、守備兵力も大きく消耗したことから、 一万余名の残存兵力を残して降伏解除する。日露戦争終了後に旅順要塞早期会場の責任を問われ、1908年2月に軍法会議で死刑宣告を受けるが、1909年4月には特赦により禁錮10年に減刑される。この減刑に関しては、野木マレスケによる除名運動が最大の理由とされている。 釈放後は軍を追放され、モスクワで茶商人などとして静かな余生を送った。ロシアでは、プライドが高い上に、戦術のように縄張り意識が強く、すべての作戦式が、釈子定義で融通性に欠け、決断力や創造力に乏しい上に、部下には規律と忠誠を押し付ける、典型的な官僚軍人タイプであり、事実当時の部下将兵からは、毛嫌いされていた。 今日においても、ロシアでのステッセルに対する評価は、盆賞あるいは、愚章というものが大勢である。日本においては、戦前、第三軍の猛攻から、旅順要塞をよく守り、野木大将の公敵主として、日本軍を苦しめたとして、文部省昇華、水進の会見等で称えられ、ロシア随一の名称として高く評価されていた。しかし、第二次世界大戦以降は、 軍事史研究やロシア軍側の評価等から、具象説を肯定する意見も見られるようになっている。例えば、柴良太郎の小説、坂の上の雲では、ロシア側の説に傾いた解釈をしている。現在では、具象、盆栓と評価されがちなステッセルだが、追記技術、要塞牢場戦の専門家であり、優れた野戦指揮官であった、コンドラチェンコ少将を信頼して、 作戦計画をほぼ一任し、作戦計画にも一切口出ししなかった。この結果、日本軍を長期間にわたり、旅順要塞に釘付けし、多大な犠牲を強いたことは事実であり、日本軍の作戦に大きな支障を与えたことは評価されるべきである。また、軍機を乱す者には厳罰をもって処したので、旅順要塞内でのロシア軍の規律は高かったという。 旅順要塞早期会場、降伏の責任について、降伏時の旅順要塞には、まだ十分な兵力や食料、弾薬が残されており、戦闘を継続することができたにもかかわらず、スミルノフ等の徹底抗戦派の意見を無視し、独断で降伏を決断、実行したことが批判されている。しかし、実際には、守備兵は、開戦前の4分の1にまで減少していたことや、 連日の戦闘により、兵士の疲労や消耗が激しいところに、解決病が蔓延し、兵士の士気が著しく低下していたという事実から、ステッセルが降伏の判断を下したことは妥当で、あるとも考えられる。また水薦の会見では、野木大将の二人の子孫の戦死について、弔意を述べ、野木大将から体験のままでの降伏調印という、礼遇を受けたことに深く謝辞を述べた上でお互いの、 検討をたたえ合った事実を考慮すると、騎士道精神を重んじた軍人であったと推察される。晩年には戦死した部下たちの維持4人を養子に、迎えたり、乃木の順視を知ると匿名で香典を送るなど、人情化の一面も見せている。もし、旅順要塞司令官がステッセルではなく、他の作戦能力に優れた人物が指揮していたならば、日本軍は旅順攻撃のために、 さらなる犠牲を強いられ、後の選挙区の展開が変わっていたであろうと指摘する軍事史研究家も多い。一方で、コンドラチェンコの主任務は要塞を維持して、第三軍をなるべく長く足止めしておくことであったにも、かかわらず、第二次総攻撃までの間に要塞を出て反撃することが多かった。例えば第三軍に占拠された要塞外援部への反抗や、 万竜山ホルイへの犯行では、いずれも、第三軍の損害は、警備な一方でロシア側が大損害を被っており、守備隊が無駄な犠牲を強いられていた。このことから、コンドラチェンコが、指揮官だったなら、無駄に兵力を消耗して史実よりも早く陥落した、可能性が高いという指摘もある。実際、旅順要塞陥落の要因として、予備兵力の枯渇が挙げられており、 包囲されて補給が立たれた要塞の状況を考えれば、コンドラチェンコの積極性は防衛戦に利するとは言えない。逆に、ステッセルは、コンドラチェンコの再三にわたる出撃要請を断っており、牢上の趣旨を考えれば、ステッセルの判断の方が妥当と言える。気の強い性格のベーラ夫人には生涯頭が上がらなかったと言われている。将兵が、 美男子と見ればあからさまに誘惑する夫人の行動に何も言えず、幕僚たちに妻の行動に不義があればどうか止めてほしいと常に頼んでいたという話が残っている。ステッセルのピアノにまつわる話が各地に残されている。その一つは、ベーラ夫人が旅順の要塞で弾いたとされるピアノで、石川県の金沢学院大学に保存されている。 旅順陥落に際して、ステッセルからの銀に贈呈されたものが、旅順で最大の戦死者を出した金沢第9師団に譲られたと伝わっている。ありがとうございます。